思いを胸に、いざ誓いを果たす。すべて見通してみせる。誓いを果たす。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ！あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、バカ。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。武智代とおっさんは先に逃げたろ。閉門。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。終焉だ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。うつけ野郎にしてやられたか。人質の退路を立てならば、ここに陣取るのが最善だろう。ところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなったな。開門。武の人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてくだされ。半蔵、すまぬ。無理はするな。開門。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。織田の力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。終焉だ。またも退路を断たれてしまった。ほう、一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。無礼な連中め、覚えてなさい。開門。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。人質の身であれ、物の符の端くれ。やすやすと捕まるものか。終焉だ。気づけ。
ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。